여러분, 안녕하세요. 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 현장 올림픽 것 같았는데. 안녕하세요. 텐진산점의 정혜가 되고요. この 방송은 웹 방송을 통해 텐진 오야프코어의 매력을 전 세계 인류의 여러분께 発信していこう. 매주 월요일 밤 생방송을 하고 있습니다. 私、司会の町内会長こと番長でございます。番長、よろしくお願いします。番長、よろしくお願いします。副会長、ウッチーです。ウッチーでございます。お願いいたします。はい、はい、親子通りでサンバクラスをしています。サンバダンサー、エロイザです。エロイザでございます。唐揚げ大好き、唐揚げちゃんこと梅野千里です。よろしくお願いします。千里ちゃんでございます。お願いします。女子部ラッキーガールことあかりんでーす。あかりんでーす。はい、それから今週のゲストですけれども、はい、これ少年当事者の自助グループやってる、はい、セカンドチャンス福岡の、はい、代表やられてる、はい、木戸優子さんでございます。はい、セカンドチャンスももうずいぶん前に一回出てもらいましたよね。はい、まだ始めたばっかりの頃なんで、もうかれこれ3年くらい前でしょ。そんなに前、結構前ですね。いやもう3年くらい前だと思うんですよ。はい、それくらいになるかもしれない。で、この後親子通りに、まあ、うちの事務所なんですけど、僕も一応セカンドチャンスのメンバーなんですけど、はい、うちの事務所が、はい、セカンドチャンスの福岡の本部ってなってるんですけど、うん、まあ初めてこのセカンドチャンスっていう言葉を聞く方に、うん、木戸代表どんな団体なのかを分かりやすくお願いいたします。関係ない。セカンドチャンス少年院に出演者が出演者が経験と希望を分かち合い、仲間として共に成長することを目的とした自助団体です。なるほど。具体的にはどういうことを？月に1回の交流会。交流会、交流会、うん、そうね、交流会、まあ、いろんなボーリングとか、うん、フリートーク、この前ちょっとフリートークをちょっと教えてもらったんですけど、はいはい、花見、うん、バーベキュー、おー、まあ、楽しいことばっかりなんですけど、おそういうことをこう毎月1回やると。毎月1回、はいはいはい。まあ、少年院とかいろんなところに呼ばれて講演したりとか。そうですよ。はい、講演はいいですね。なんですか？自分好きですね。意外と結構その講演って言ってもその少年院の中で、まあ、その後輩、まあ、後輩っていうかその少年の悪として入ったその子供たちに対していろいろ出た後の生き方であったりとか、まあ、いろんな困難にぶつかるんですけども、はい、そういうのをこう乗り越えていくためのこう励ましであったりとか、まあ、そういったところですね。そうですね。ということは木戸さんを小悪さしてたんですか？いやもうね、ちょっと区が違うんですよ。2つ年上なんで、はい、そもそもあれなんで世代が、まあ、ちょっとね、その時当時の2つ上って結構違うじゃないですか。そうですね。そんなに違うんだ。うん、だけど城南区の方で、うん、木戸優子という名前を聞いたら知らん人がいないっていうぐらいの、うん、素晴らしい。なんて言えばいいんですか。実は。リアクション的に。はいはい。そう。事実なんですね。いやこれが。僕たちの世代もまあ不良少年結構いたんですけど、自分たちのね2個上ぐらいが一番派手だったんじゃないかな。いやですよね。だから2つ上はね、えらい確かに学園の中でも、もう恐竜 も、はい、もう最後の方は初め地味な恐竜が出てきて、はい、会場からこう上がってきて、うん、まあ、トカゲの西っぽがいたぐらいのなんかそういうなんじゃないですか。で最後こうでかくなって、うん、ティラノザウルスみたいな、はい、こんな規模の恐竜が出てきて、はい、で最後滅びるじゃないですか、はい、その最後のこのド派手な恐竜みたいな、はい、ちょっとその時にヤンキーされてて、なんかそれ集大ヤンキーの最後 その集大成、集大成、はい、もうパンチパーマとか、はい、ガブラモノのショーランとか、だったんですけども、タンブランのこんなのが出てきた。2つ目だ。はい。はいはい。髪の毛も、後ろ髪を切っ張って、こんななんか、あったあった。あったあった。最後、絶滅しかかった恐竜みたいな。あれ、襟
ナンパされるんです、後ろから女の子と思って、ふっくんみたいな、あ、男やったみたいな。最高だなと思って、そのぐらい伸ばしてました。最高そこまでいったって、これで届くぐらいやけ、すげえ。真ん中です。そうですね、伸ばしてる。いや、これがまたですね、みんな伸ばしてるじゃないですか。はい、ただバイクに乗っとるときに、はい、なびくんですよ、襟足が。襟足がなびいて、みんなピシ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 なびいて。大体こう長くするやつはこう切っていきますよね、やっぱ後ろの人に当たるから、当たるのに嫌がられますもんね。もはや襟足じゃなさそうです。襟足じゃねえ。自分がサラサラヘアに変えましたね、17くらいで。サラサラヘア、もう立てずに中学校の時は立てたの。立ててまで、17までは立ててましたね。そのこのロッドで、ここは3ミリとか、ちょっと5ミリとかにこう、おしゃれ、おしゃれ、あの、ふわっがっつりやん。こんな細かく入れるんだ。あれ、いやいやいや、時代でしたよね。時代的に違いましたね。飯塚ってまた、飯塚なんでも、飯塚はまた悪いでしょ。いや、僕はそっち側じゃなかったんですけど、そっち側悪いやつはもう飯塚から香川に行くよりどんどん進化していくんですよ。そうなんですね。やっぱ炭鉱のね、やっぱもっと町だったのか分かんないですけど、ごついやつが多かったようなイメージありますね。いやー、うちの方はこれどっちかというとちょっと色黒で大きいじゃないですか。こういうタイプが多かったような。いやいや、もう向こうはもうちょっと全然人種が違う人たちばっかりだったので。香川が一番高いんですかね。香川よ、そうです。強かったですね。今でも怖いです。そうそう、昔はもうその福岡とその香川の町の方との境界線っていうか、はい、力丸ダムっていうですね、ありましたね。あそこにあの正月みんななんか集まるんですよね。そう、そうですね。みんな福岡市内から街道バイクに乗って、香川は香川、飯塚とかからその力丸を目指して、はい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 、正月みんなそこに集まるんですよ。そう、私長崎県民だから全然わかんない。パトカーがめちゃめちゃ構えてるんですよ。あれがすごい、もう上に上がれない渋滞で多すぎて、多すぎて怖い。そんなに、そんなにですよ。みんな何をするんですか、そこに集まって。何を、高台にも高いところに行きたいみたいな感じ。とりあえず行って、高いが上に上がるって言ったら、もう何もないです。まあ、ハッピーニューイヤーみたいなのハッピーニューイヤー。まあ、そうなんですよ。そうです。まあ、いや、でもその時に用にちゃんとこうバイクも正月仕様みたいな、おしゃれにするんですね。お金かかるな。もう12月に入ったらもう、あの福岡市内 の、 このホームセンターから、はいはい、いろんなこのステーとか、あのいろんなものがなくなるいう時代です。みんな万引きしてますよ。あの当時のカゴダッシュってやつですか。カゴダッシュ、カゴダッシュ。だからこう、ガサッて持っていくけど、もうすぐなくなるから、はいはい、あそこのナフコにはもうない、あそこのグッティングもうみんな、そういうノリ、情報知ってるんですね。今だったら、まあね、当時はちょっと、まあ、言っちゃうけど、まあ、軽犯罪として、まあ、ニュースにも取り上げられないかもんでも、もう最近は原付バイクなんか2人乗りしただけでもニュースになるぐらいの、まあ、そういう厳しい時代になって、そういう人たちってもうほとんどいなかったんですよね。そうですね、見かけないでね。むしろなんかちょっとダサいみたいな。これがね、そういう木戸さんたちの時代までは、あのこういうリーゼントしたり、これかっこよかったですよ。でも、まあ、親子通りもそういう人たちがいっぱいいて、モテた。ところが、自分たちの代になって、ちょうど自分たちがですね、18、7歳、8歳ぐらいの時に、キムタクのなんかのチーマーかなんかをテーマにしたなんかのドラマがあったんですよ。あれから一気に流れ変わって、あとあの油っていうのが出てきて、油の名前が、あれでルーズソックスとかが出てきて、あのもうその髪が長いのとかはダサい、なんかもう化石扱いされだして、で髪の毛も立てるのはダサい、そうサーファーみたいな、こう髪の毛長くロン毛で伸ばすのがかっこいいみたいな、チャラいのが入り出しましたよ。そうそう、あっからヤンキーじゃなくて流れが変わった、チャラいチャラい、はい、親子の通りはチーマーで、はい、そこの裏の通りがじゃないですか、うん、裏がヤンキーだじゃないですか、こうがレディースがたまっと思うやけん、裏に裏田舎もヤンキーは大体ですね、田舎もんとかそういうやつらが多いです、はい、車を降りん
やからたちなんですよ、はいはいはい、車降りるのは裏道でみたいな、ヤンキーとで、ナンバは車からみたいな、車から降りれんけん、桃地に引くとか、はいはい、あー、そうそう、桃地は並んでましたよね並んでました。いやもうほんとね、そのちょうどその入れ替わりの時が、まあ、自分たちもその少年で遊んでた頃だったんですけど、今までそのリーゼントとかしてたやつがいきなりドレッドとか出てくるんですよ。いやなんかあの踊れても踊れそうな、お前踊れてもねえかみたいな、俺が完全にそれなんです。ヤンキーをいきなり捨てましたよ。もうクラブでヤンキーと思われるのが嫌で、今そこまで本当にいきなりヤンキーを捨てましたね。クラブをもう行きたいがために、そこら辺からちょっと親子通りのクラブも、それまではちょっとバブリーなクラブみたいなのが多かったじゃないですか。そうですね、マニアクラブ、そこから一気に流れが上がって、そういうなんかちょっとアメリカのそういうヒップホップとかやってるような人たちのクラブがもう主流になりました。はいはいはい。で、親子通りもあそこその頃からゴロッとなんかこう変わって、落書きも昔はあのなんとか何々参上みたいな感じの落書き、アイアイガみたいな、ああいうのが落書きじゃないですか。ところがもうこれがもうなんかもう英語のなんかこうわーみたいな、今の感じの落書きみたいな変わっていったんですよね。そうですね、いやチーマ VS 暴走族がありましたもんね。ありましたUS のね、公演でチーマってなんですか。チーマーなんですか、ギャングなんですか。そこまでも分からんの。チーマー、ギャング、暴走族、違いが分からない。なんか聞いたことあるやつだ、何者と思って。チーマーは基本的に暴走族ってバイク乗ったりとかそういう、そういう一つの目的があるんですけど、その特になんか目的ってあるんですか。モテる感じ。いや、チーマーはチーマークラブでこうブイブイ言わすと奴らがこうチームを組んで、で、このそいつらのテリトリーのクラブはこうみたいな、なんかちょっとナンパのイメージ、うん、じゃない、だからヤンキーはまたちょっと硬派だよね。そうなんですね。で、そういうルールみたいなのがちゃんとあってみたいな、まあ、もちろんチーマーとかにもあったかもしれないですけど、で、一つのそのなんかバイクに乗ってその一つの集団を作って、バイクに乗ってくるのはそうじゃないけど、そういうのがなくなったんですね。そういうのじゃないの。そう。ヤンキーで、ずっとチーマーヤンキーは暴走族。で、そういうのを得て、ヒロさんも少年入ったんですね。ほら、まあ、少年の中ってどんな感じなんだろう。少年の中。まあ悲惨な生活です。どこの少年だったの？自分はあの何は少年っていう。何は？いやもう本当に厳しかった。何はって大阪？大阪の。ええー。厳しそう。厳しいんです。はい。怖そう。しかもちょっと自分は福岡の看板を背負って行った感があって。そう。なかなかでも福岡からこの何はに行く人ってそんなにいないでしょ。あんまおらえたっすね。おらえたっすね。周りにいないよね。看板背負って。お前だったら福祥とか福岡少年院とか、はい、人吉少年院とか佐世保少年院とか。佐世保聞きますよね。かなり悪いのが大分少年院とか、まあ、そんなのだったんですけど、何の少年院だった。厳しかったよ。新築やったんですよ、はい、新築の少年院やけ、はい、テレビカメラの数が半端じゃない。徹底監修されて、見張られてます。日本全国の少年の院長とか、このそういう人たちが新築のその少年に大注目なんです。どうできているのかみたいな。でも毎日のように視察に来るわけなんです。いろんなとこから。もうだけど先生たちも厳しいんですよ。特別。たまらないですね。なんかそこでどういう作業するんですか、少年。あ、自分も入ったことあるんですけど、行動訓練ですよね、最初は。まずは最初の4ヶ月ある行動訓練と小学校1年生から6年生までの勉強を4ヶ月間みっちりして、はい、行動訓練っていうのはそのあれでしょ、前習えとかその駆け足用意とか。いやもうあれ入って1週間ぐらいみんな声が出らんぐらい声出しとけ、みんな出ないで「はぁ」みたいなしか出ないです。
はぁー、いや、小学校でやってるようなあんなレベルの行動訓練じゃないけど、前へ習えって言ったら、前へ なって言った瞬間に、はい、ピューみたいな、でも角度がこうで、指は開いてないかとか、親指はちゃんと閉じておかないかとか、でこれで十分このまましとけみたいな。いや、ほんで、手を振る角度もちゃんと決まるわ、決まるわ、ちょっとでもずれた。そうです。で、この視線を上げすぎたら怒られるんですよ。人と目が合うわけです。はぁ、人の目を合わせたらバリ怒られるんです。そう、北朝鮮の軍事訓練みたいになっちゃう。いや、ほんとそのレベルで。はぁ、それで、ね、ちょっとでもこう、ずれたりとかするじゃないですか。キセバーみたいな、グルーみたいな。いやいや、もうほんとそういう、中学校の時のあれだよ、生徒指導怖いし。あれも10年ぐらい怖くした先生が全員みたいな。本当です。返事が小さかったら壁向いて、1時間中、はい、はい、はいってとか言わされるんです。声が、番号のですね、声が小さかったら、ずっと1時間中、1、2、3、4、5、6が1時間。常に心の中で、ほんとだみたいな。そんな感じです。ほんとだよ。でも、なんか復習してやろうじゃないけど、そういう風に思わなかったですか？先生だみたいな。先生に対してですか？はい。それは思わんやったですね。怖かったですか？それすら起きない。ちょっとでもそういう風に思ったら、何かしたら1ヶ月すぐ飲むんですよ。ちょっと文句言い返そうもんね、1ヶ月。1ヶ月、あそこの1ヶ月は長いんですよ。そうよ、これがずっと続いたり、ここ続いたりする。やっぱね、不良少年、やっぱ社会をこう舐めてるところもあるじゃないですか。まあ、大人の怖さっていうのを、まあ、そこでやっぱちょっと一つやっぱ経験して。なるほどね。やっぱその、言うこと聞かんでそこまで来とるわけですから。そうですね。やっぱその、その子たちをやっぱ短期間で、ちゃんとこの、やってるのが、盗撮できないじゃないですか。はい、そうやっぱ相当やっぱそのやり方っていうのがあるわけですよ。したくないけどしないと治んないですもんね。どういうふうにしたらその少年たちが怖がるのかっていうか、ビビるのかとかもちゃんと研究してると思うんですよ、向こうは。声の張り上げ方とか。そうですね。ああ、もうみんなしますもん。はい、働いてみたい。え？監視が終わって、監視が終わって。そうですね、じゃあ、マジで。いやー、できて。やり直し。舐めてますよ。あと、体力向上訓練とかね。もう腕立て100回の、プールで25メートル泳ぐと、足ついたらダメなんですよ。足じゃなくて、泳ぎ切ったらすぐに上がってダッシュしてもう一回戻ってきてまた泳がなきゃいけないんですよ。それを30分とか。本当に1時間腕立てもあったし、はい、いや腕立てはっきり言ってできない。みんなで輪になってこう腕立てをする。で、自分の番だけは絶対こうしおかなきゃいけない。で、その間はもうみんなもうプル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 ってこの状態なの。もうこれだけできつい。で、声が出てなかったりとかしたらもう一回始めからやり直しみたいなのね。いやいや、そうですね。そういう、もう柔道部の強化合宿みたいなことを。何日ぐらいいらしたんですか？11年、14ヶ月になったんです。酒飲みましたね。言い返したんですか？言い返してないけど、生活に慣れて調査あげられましたね。調査にあげられたら1ヶ月飲み。何ですか、調査に。調査ってあげられたらどういうこと。一日中壁向き正座とかしとかなきゃいけない。反省の反省。ああ、それに対する。壁を向いてる。壁を向いてる。孤独の一人部屋生活みたいな。いや、中にテレビがあるわけでも何でもなくて、もうトイレと、もうベッドがあったら横にトイレがあって、で、鉄格子があってみたいな。よくテレビで見るようだ。あれもう、あの全部取られて、あの中にベルトもバッチも取られて、中にティッシュだけバーンって投げ入れられて、ティッシュしてます、部屋に。ティッシュ。何をしろと。もう張り替えるかも最後わからんぐらいの家が出ますもんね。そんなのもうだって下は14歳ぐらいからいるわけですから。そんなに。何歳の時だったんですか？19歳。あ、まあまあまあ、不適されましたよ、だって成人式出れんやったんですか。あー、不適されましたね、だいぶ。はぁ、そういうことで
ですね、経験を積んできた、まあ、子供たち、はいね、まあ、けどこの子たちも、まあ、いずれは少年院から出ていくわけじゃないですか。あ、出て行ってもやっぱまた戻ってくるっていう人間が結構やっぱ半分くらいは半分だけど、その後このステップアップするところで刑務所ですから、成人に少年院の時はまだ犯罪歴とか残らないんですよ。だから少年に入ったっていう過去もこっちは言わん限りは分からん。だけども刑務所に入ってしまえば一生やっぱ犯罪歴が残るし、そうですね、やっぱいろんなあれになってくるじゃないですか。だからそういうのもあってやっぱ少年院から出てやっぱこれから何するのっていうのが一番大事になってくるところなんですけど、今まではそれをこう、なんていう、面倒を見る人たちっていうか、まあ、面倒っていうか、そういう人たちが集まって、その一緒に頑張って社会で生きていこうぜっていう団体はなかったわけ、はい、で、まあ、行政もっていうか、まあ、司法関係もやっぱそういうのはあんま認めてなくて、どうせそういう人間たちで集まると悪さするから、うん、集まったらいかんみたいな、そうですね、それを覆したのがセカンドチャンスなんですよ。で、もう本当そのピロさんのもう本当立ち上げのメンバーで、はいはい、でこれもう全国でやろうということで、もう東京とか今京都とかですね、はい、いろんなところで、もう今全国11カ所ぐらいで11カ所やってて、で少年院から出てきたもうピロさんたちぐらいの我々の年代もいれば、もう本当まだ10代でまだ少年院行ったり来たりしておることもいるぐらい、ら年齢は関係ない。でもうその来る人たちはもう少年院に経験した人たち、あで、別にそれで何かをこう教えるとかいうことはないんですけれども、なんかそういう子供たちも少年院から出てきた人間たちが周りがみんな見せて頑張れたら俺も頑張らないかなって気持ちになったり、やっぱりその仲間っていうのがいないから、やっぱそういうところで居場所を作ったり、集まる場所がですね、そういう活動ですよね。そうですね、はい、またそのもう一つですね、うん、少年セカンドチャンスですごい役割あって、はい、非行に悩んでる親たち、はい、希望になる親御さんですね、うん、まだね、ほらケニちゃんとかもアカリンとかも子供で、まあ、エルデさんもですけど、うん、いないからあるでしょうけど、うん、いけないね、はい、はい、実は自分の子供がね、15歳、16歳の思春期になりました、うん、家に帰ってもになって、ね、もうよその近所からもうあんたんとこの子供はってもガンガン言われて、学校からも何回も呼び出しされて、そうやってね、ノリノリになる人いっぱいいるんですよ。わからんから、その子たちの気持ちが。で、もうどうしようかなって言ってる時に、セカンドチャンスの講演とか聞きに来てくれたら、自分たちが、いや、今そうやってなるけど、将来は大丈夫ですよって言うと、すごい安心する。それだけで全然違いますもんね。そうそう、だからそういう役割であったりとか、セカンドチャンスっていろんなそういう役割があるんですよね。やっぱそういう人たちはほっといたらいいですか。いろいろはっきり気休めなことは自分は なるべく言わないとした、その少年院入った息子がまた診断をしたりとかこうどうのこうのどうなりますかねって、もう一回行きますよねってはっきり、もう一回行きます、まあ、20早めにグレートオンなら早めに落ち着くかもしれんですね、みたいな。まあでももう一回行くけ、もうほっといた方がいいっすよ、みたいな。落ち着いたきっかけっていうのは落ち着く、自分がまた落ち着くのが遅かったの。24ぐらいまでかかってますね。落ち着いたきっかけっていうか、まあ、仕事したけんですか。仕事して女ができて子供ができて順々にですよ。もう、そうです。もう踏み外せれんくなったみたいな。最終的なきっかけはやっぱセカンドチャンスに入ってからはもうできんと思ったからね、さすがに。もう人殴れんって、はい、それ以来一回も人殴ってないけん、やっぱそうですね。素晴らしいね。まあ、そういうセカンドチャンスをこうやってて、で年に1回ですね、全国のセカンドチャンスメンバー、まあ、もちろん助成金とかそういうのも得て、はいはいはい、そういう支援があって全国のメンバーを一堂に集めてみんなで交流会しましょうよっていうのを毎年やってるんですよ、はい、で今まで広島とか、はい、あと富士山登ったりとかいろいろあったんですけれども、今年はですね福岡でやろうって感じなんです、ね、だけどでも東京とかから来るって一番遠いところにあるんで、まあ、その3連休を狙ってですね、それこそ本当このまた2週間前
おっ、ね、はあ、もう下着ですか。下着です。うん、福岡で、しかも親子踊りで、素晴らしい。ここで、おお、親子踊りの、あの天神扶養、はい、扶養で、これまたみんな集まったんですね。良かったですね、本当に。なんか、そうですね、40人近くやっぱり集まってですね。で、支援してくれてる人、さらにその少年院の院長先生とかも来てくれて、あらま、あれは嬉しかったですね、ちょっと。それもすごい遠いところの少年院の院長先生たちも来てくれて、それだけ目に留まってるってことですよね。やっぱ社会からの、ね、期待度はかなり高いんですよ。これが、その今までの、その今までは保護司の先生しかいなかったのね、その子供たちを見る、出てきたばっかりの子供たちを見るのは保護司の役割だったんですけど、それがセカンドチャンスっていう団体ができて、そのこういう子たちも関わ、当事者も関わって、あのみんなでこの子を育てていきましょうよっていう風に流れが変わってきたんですよ。あ、でそれにものすごいみんな法務教官の人たちも期待してて、はあ、そうですね、で来てくれるんですよ。まあ、昔はこの中に入っとう者同士、この連絡を取り合ったらダメっていうのが約束事でこう決まる。まあはっきり言って今の時代それはもう無理な話ですから。 SNS でも繋がりますからね、すぐこう、はいはいはい、まあでもこう、こういうのでこうセカンドチャンスでこう出てきたらありがたいですよね。嬉しいですね。はい、でまあ、ここに今日ね、あの、ありますけれども、これはあのセカンドチャンスみんなで少年院から出た後、はい、その例えば悪い、また、まあ、悪いって言ったらおかしいですけど、またその、また暴走族の、そのあれにはあの誘われた時に、まあ、どういう風にして断ったのとか、みんな俺はこういう風にして断ったとか、あ、まあ、いろんなそのケースがあるんですけど、そういうのをあのガイドラインっていう形ですけど、これはもう全国の少年院に置いてあるんですよ。この Q&A はものすごくいい、はい、こういうのを作ったり、あとこれみんなの、何あのこのライフストーリーっていうか、なんで少年に入ってその出た後何をしたかっていうのをみんなその一人一人こう物語を書いていって、はい、これを一つの本にしてですね、これももうかれこれ6年7年前に出したことなんですけど、今第2弾を作ってるところですけど、第2弾には木戸さんも素晴らしい大変にやったりとか、なんかいやでも本当にこう良かったですね、こう、はい、だいぶこう昔をこう思い出して見つめ直したらね、そうですね、すごい、うん、素晴らしい。まあその町内会の活動しながらなんかこっちもやってるんですよ。はい、はい、まあセカンドチャンスもですね、はい、もうあの親子踊りの清掃であったり、あの、はい、特にあのハロウィンのですね、一番そうですね、みんな戦ってる時はかかってもらってます。セカンドチャンスの人たちみんな来てくれて、ありがとうございます、なってくれたりとか、うん、結構やっぱね、そういう悪さしてた人間ほど、うん、あの後に社会に貢献したいとか、いやー、そういうのが多いんですよね、そういう人が、うん、いや本当、ある意味そういったところ純粋で、うん、利害とかいうのは関係なくですね、あのそういうことやってくれると素晴らしいことだと思いますよね。あ、ちゃんとね、あれがある方がいいって言いますもんね、反抗期がちゃんとある方が、うん、ああ、そうなんですか。はい、子育て成功って言いますね、うん、親に母親にクソババって言ったら、うん、もう子育て成功って、うん、そうなんですか。今うちの息子5歳反抗期なんですけど、まだ1歳半なんですけど、反抗期ですよ。そのままクソじじいって言われます。いや、あのね、ほらダメよってこうやって言うと、1歳半意味わかってないと思うんですけど、ダメよって言うと、こう絶対にするみたいな。だってそれでも別のやつです、イヤイヤ期。イヤイヤな、うちのばあちゃんクソじじいって言われますよ。うちのね、あの1歳半なんですけど、うちの嫁 の, あの子供がいるんですよ、5歳の子。で、そういう風にあの顔をこうバーンって殴るんですよ。殴ったらいかによって言ってから離すじゃないですか。そしたら向かっていって、あの出てこいみたいな顔するんですよ。怖い怖い怖い。俺出てこいみたいな。ダメって言ったらしますもん。ダメって言ったらします。うん。はい、やっぱ心を開いてるからそうやって死にくそばばって言えるじゃないですか。はい、そうなの。やっぱそのイコール好きってことなんですね。やっぱでも反抗期あることは何でも思いますよ。これね、一つ言えることが、あの早い段階で反抗期、だから10代の頃に反抗期になってたらいいんですけど、これがね、20代も仲間になったり、もう本当に成人になあの就職してからですね、反抗期になるのがおるんですよ。はいはい、遊んでないから、
はい、それが爆発するんですよ。これが怖い。そう確かにいますね、はい、もうこ家庭でも持ってから遊び出したりとかしたら大変なことになるから、確かに7秒早い段階で遊んで早めに落ち着くのが自分、うん、だ自分に自分は一番いいパターンじゃないかなと思います。確かに確かに、いろんなこと学んでね、これもちょっと読んでもらってね、はい、これとかどこで普通の書店さんですか。これはもう普通の書店で、今もう7年前のなんで店頭に並んでるか分かんないですけど、取り寄せで、うん、これであのセカンドチャンス新科学出版社かな、そう新科学出版社で調べてもらったら、あの全然買えますんで、はい、いや本当ね、一人一人みんなドラマがあって、ドラマがありますよ、ね、本当に。そう第2弾 も軽くみんなも読んだ。まあ、面白いって言ったらあれですけど、いい、なんかいろいろなことが、いろんな家庭環境があったりとかして、その不良になる いきさつもあるし、うん、出た後の苦労話とか、まあ、いろんなものがあって、一人じゃないと思いますよね、読んだりとかしたら、あ、僕だけじゃないんだ、そうそうそう、私だけじゃないんだって思うから、みんなの助けになるし、親御さんもこれを見て、はい、食べますよね。はい、まあそんなこと言うたら、はい、あっという間にね、もう30分になるんですけど、はい、まあ、最後に、皆さん、なんかちょっとね、もしかしたら、そういう。セカンドチャンスに興味があるって子もいるかもしれないんで、ちょっとセカンドチャンスの後で PR してもらったら終わりましょう。じゃあセカンド、今の話を聞いてセカンドチャンスに興味ある方はですね、まあ、セカンドチャンスってこう Facebook でもこう出てくるかと思うんで、そこで調べて問い合わせして連絡してきてもらえたら、ホームページでもありますけどね、そうです、はいはい、自分たちができる協力というのは、させていただこうと思います。本当気軽に交流会に来てもらったらですね、そうですね、全然月1回やってますんで、ウェルカムなんでですね、はい、ぜひ連絡して出てきてもらえたらと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ本当今日はありがとうございました。はい、ね、じゃあ最後皆さんこれで締めますんで、ご視聴よろしくお願いします、はい、いきます。今週も親不孝通りにすら出せような、バイバイ。